バトラー、ここでバトラーです。さあラウリーから、おーっとこれは決めんのは今の。そうなのよ、スリーもうまいのよ。タウンズスピードに乗っていく。パパパパーン、パパパパーン、パパパパー、パパパパー、パパパパンツです。ということで明日8位決定戦があります。東で言うとバックスと戦うことになる、西で言うとナゲッツと戦うことになりますね。日本時間8時からマイアミヒート対シカゴブルズの8位決定戦、そして日本時間10時半からウルブス対サンダーの8位決定戦やりますね。ヒートに関してはホークスとね戦って負けたんですけど、バトラーとかがねリング下のシュートを外したり少しらしくないところもあって、なんとかねラウリーが頑張ってくれたんですが、インサイドの方もホークスに圧倒されて負けてしまいましたね。ヒートの対戦相手のブルズなんですが、サイズのあるラプターズに対してスモールラインナップ、まあ、このメンツですよね。ベバリー、カルーソ、ラビン、デローザン、ブーチョビッチ。ヒートもねスモールラインナップだと思うので、これはまあサイズのミスマッチとかそういうのは起こんないのかなと思いますね。ヒートの注目選手はなんといってもバトラー、この男でしょう。彼がねエンジンかかればホークスと戦った時よりは全く違うヒートが見れると思いますね。そしてアデバヨもねインサイド対決ブーチョビッチだったりドラモンドもいるので、この選手がどこまでできるかですね。ホークス戦ではねラウリーとケビン・ラブがベンチからスタートだったんでちょっと驚きだったんですけど、おそらくラウリーがあの活躍してくれるんだったらスターターだと思いますね。そしてベンチからケビン・ラブ、オラディポだったりマーティン、ヴィンセント、ゼラーもね出ると思います。そしてブルーズの注目といったらラビーンでしょう。ラプターズ戦本当にすごかったですからね。ちょっとねフラストレーションも溜まって不調だったのがデローザン。彼が落ち着いてねヒートと戦えれば全然違うと思うんですけど、マッチアップがね多分バトラーとかそこら辺になると思うので結構オフェンス苦戦すると思うんですけど、あのラプターズを倒したしサイズのミスマッチもねないと思うので、気負いのあるのはブルーズの方かなと思いますね。そして西、レイカーズに負けたウルブス、怪我とかの離脱でねマクダニエルズだったりゴベア、リードというでかい主力はいなかったんですけど、まあレイカーズ戦を見る通りコンリーだったりタウンズあたりがすごい厄介でしたね。レイカーズがね唯一うまく守れたのがエドワーズだと思うんですけど、さすがにねこれで終わる男ではないと思います。相手はサンダーなのでドートとかそこら辺がつくんでしょうかね。ウルブスの対戦相手はペリカンズに勝ったサンダー。サンダーに関してはねオフェンス面はシェイとギリーが中心なんですけど、ディフェンスがいいドート、まあ攻守ですね。オフェンスもペリカンズ戦出だし良かったですし、問題はここら辺ですよね。ウィリアムズ、そしてベンチからシャリッチ。ペリカンズ戦はすっごく良かったんですけど、タウンズ相手になるとどういう感じでディフェンスをするか。まあレイカーズ戦もそうだったんですけど、ファウルトラブルに持ち込めれば一番いいんですけどね。ということで今回も実際にやってみました。行きましょうか。はい。さあやっていきましょうか。ブルーズ対ヒート。ホークス戦はね、ヒートなかなかうまくいけなかったので、ここら辺はねブルーズ戦で挽回したいですよね。さあアデバヨ早速決めましたね。いやデローザンもそうなんですよね。さあ決めました。デローザンもかなりフラストレーションを溜めた試合だと思います。さあこのリバウンドバトラー、こういうところをバトラーつなげていくからねちょっと怖いね。さあデローザン得意な位置、ここら辺のディフェンスもねストゥルースとかそこら辺ですかね。デローザンレイアップ、そうなんですよ。ラウリーとデローザンがここで戦うというね。さあステップバックは入らない。ドラモンド、このセンター対決になると少しゼラーとかねケビン・ラブもいるんですが、フィジカル面で言ったらブルーズの方が上と思うんですが、こういう感じですよね。ケビン・ラブ外もあるので、そしてゼラーも全然負けてないんですよね。さあこのアリウープです。ここは気をつけたいブルーズのディフェンス。さあカル、うーっとバトラー、ここでバトラーです。さあラウリーから、おーっとこれは決めんのは今の。相当な距離やったけどこれ決めんの、これすごいぞ。デローザンとストゥルースとのマッチアップ、さあこれはハーフターンで決めてきます。ここら辺はさすがなのですが、ヒートもねチーム力いいですから、どういう感じでディフェンスを仕掛けてくるか。さあヒーローのスリーポイント、少しヒートの方が有利かと思ったらこういう感じでデローザンが頑張る。ヒーローからさあインサイド、これはダブルチーム行くが、うわー決めきる。しかしねお互いプレッシャーあるのでヒート一気に得点が止まって、さあラビーン、この男はちょっと怖いぞ。点の取り方も本当にね止められないからね。さあこれはおっとファール、
スクリーンを使うオラディポ、彼の活躍も見たいです。さあ6点差、前半がもう終わる頃、ラビンからこの長いパス通ってしまう3ポイントホワイト。どちらも油断できない感じになってますが、さあラウリーをおとりにしてヒーローの3ポイント。さあここもスルースからバトラー、ラウリー3ポイント。いやラウリーがすごく爆発したからね、プレーオフの時のラウリーはね結構注意だと思いますが、さあこれは綺麗な形で決める。さあまたもや追いつかれそうだが、アデバイを決めてきます。ホームなのでヒートはね終わりたくないですね。しかしこの男ラビーン3ポイント。さあちょっと怖い時間帯で入り始めたが、カルーソスクリーンを使って、ここもラビーン空いてしまった。これねカバーじゃなくて絶対ラビーンは外しちゃダメ。しかしポストプレーアデバイオ、ドラモンド相手に力強さを見せます。さあ時間がない、ジミーバトラー3ポイント打ってくる、これは落ちる。さあブルーズ攻撃、反撃といきたいところ、3ポイントも必要になってくるか時間帯的に。さあベバリーから、さあこれデローザン早めに攻めたい、厳しい体勢決めてきます、決めてくるんです。さあジミーバトラースクリーン使って、これは厳しいチェック、ドラモンドよく止めた。さあ3点差、3点、3ポイント欲しい。デローザンボール持つ、ラビーンに行きたいところだが、これはダブルチーム。さあベバリーが打ってくる、3が落ちる、リバウンドしっかりとアデバヨ、ファウルゲームになりラウリーフリースロー決めます。こういうところはさすがです。残り 9.3 秒、5点差、終了ですかね。ということで結構ねこの試合もリアルになったんですが、僕もおそらくヒートかなと思うんですけど、ラビーンの活躍、デローザンの活躍はどこまでいけるかっていう感じです。デローザン44ポイント、さすがですね。ラビーン16ポイント。ラビーンに関してはね、点の取り方もうまいし、ディフェンスもね、非常に抑えづらいと思うので、ダブルチームとか来ない限りは、点を取ってくると思いますね。そしてアデバイオ40ポイント、20リバウンド。全然こんな活躍してくると思いますね。ヒートはね、バトラーが好調だったら、面白いんですけどね。さあ続いてはサンダー対ウルブス。僕が注目してるのはサンダーですけど、タウンズですよね、やはり。さあこのリバウンドタウンズ取ります。ここをどう抑えるかサンダー。まあタウンズねゴベアとかいないのもあって、結構頑張ってるなーっていうのが本当に伝わってきます。なのでサンダー戦もね結構ガツガツ攻めてくると思います。サンダーもね本当にシュートが上手いプレイヤーも多いし素晴らしいんですが、ここですね、うわー決めてくる。タウンズのこの3ポイント外のシュートが決まってると本当に止めづらいです。さあまた3ポイント打ってきます。サンダーは離されたくないですが、コンリータウンズ3ポイント好調です。いやーこうなると結構きついが、サンダーシェイダブルチーム来るか、ドートの3ポイント。いやドートが本当に素晴らしいんですよね、攻守ともに。なのでエドワーズもねドートをつくと思うんですが、エドワーズも調子が悪いというかフィールドゴール悪かったですからね。タウンズこれはミスマッチ。こうなるとね逆にサンダーでタウンズ止められるプレイヤーいるのかって感じですが、いやーこういうことなんですよね。サンダーは本当にスリーポイントもうまいし、まあさっき話した通りタウンズ止められるかっていうのもうまくねチームディフェンスしてくると思います。マクラフリン、さあこれ揺さぶってレイアップ決めてきます。よく決めた。さあちょっとサンダーは点を取りたいところ、どうと素晴らしい。ウルブス速攻、プリンスからカイル・アンダーソン、さあ相手はコーナー3ポイント。この外がマジで入ったらやばいと思うな。さあタウンズエンドワン、外も中もありです。9点差、シェイ彼も面白いオフェンスするが3ポイント決めてくる。そうなのよね、3もうまいのよ。タウンズスピードに乗っていく。いやーここら辺どう対応するのか本当にちょっと見どころですが、これはダブルチーム行くが相手はいけない。コンリースリーポイント、レイカーズ戦でもさすがでしたね。シェイこれはスクリーンを使ってスリーポイント、まだ離されないぞという。5点差、エドワーズまだちょっとねおとなしいか。いやーいいね、ギディがついていたんですが、さあこれもエドワーズ、エドワーズの時間になってきた。
こうなると乗るからね。さあ1分切った、7点差、3打ちょっと厳しいが、カイル・アンダーソン独特なムーブ、シェイ。さあもう時間がねきついね。マクラフにつくが、これはかわしてレイアップ、9点差となり、時間がそのまま過ぎました。終わりです。さあ54ポイントがシェイ、さすがですね。そしてドート14ポイント、サリッチ、ギディが2ポイントっていうのはほぼほぼありえないと思いますが、サリッチとかウィリアムズ、そこら辺のセンター陣が結構鍵ですね。タウンズ44ポイント、20リバウンドの爆発、エドワーズも22ポイント、アンダーセン14ポイント。そうなんですよね、ゴベアとリードがいない分、タウンズがね、一人でインサイド頑張ってるっていう感じだと思いますね。タウンズだったり、ウルブスからすれば、外のシュートが入れば、非常に楽だと思いますね。うまくコンリーとかがゲームメイクして、エドワーズがね点が取れるようになれば、タウンズも楽にプレーできると思いますね。ということで明日はどうなるか、8位でプレーオフか、もしくはシーズンエンド、楽しみですね。ということで今回はここまで、バー。 Twitter の方もねちょこちょこツイートしてるので、 Twitter のフォロー、いいね、そしてコメントの方もね気軽にしてください。ご清聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。 It's over! It's over!